私は秋田真奈美、友達の少ない中学2年生、人付き合いが苦手だ。このネイルマジ可愛くない？へえ、すごく可愛い。グレーのネイルっていいよね。どこでやったの？これお母さんにやってもらったの。嘘。ねえ、私もお願いしていい？いいよいいよ。へえ、私もやばい、話めっちゃ盛り上がってんじゃん。トイレから出づらい。とはいえトイレに入ってからもう20分は経ったぞ。全然出ていかないじゃん。音を立てられないし窮屈すぎる。もう行くしかない。にん。それでさ、いつから秋田さんいた？20分くらい話してたから20分以上前からじゃない？びっくりしたね。はあ、緊張した。話が盛り上がってるところ申し訳なかったな。あれは同じクラスのケンジ君。やばい、気づかれたら何か話さなきゃいけない。こういう時は歩きスマホに夢中で気づかないふり作戦だ。あ、秋田じゃん。え？これはケンジ殿。あ、いや、スマホに夢中で全然気づきませんでした。いや、10メートル先で目が合ってただろう。バレてた。あ、いや、小生視力が弱くて気づかなかったでござる。そうなのか。やばい、何か話さないと。それにしても今日は気持ちいい天気ですね。そうか、今日曇ってね。確かに。なあ、俺のこと嫌いか？全然嫌いじゃないよ。じゃあ好きか？好きでもないよ。なんか俺秋田から避けられてる気がするんだけど。全然避けてないよ。じゃあなんで喋ってる時に全然目を合わせてくれないんだよ。だって私目を見て喋ると緊張しちゃうから。私無意識に人を避けてしまう癖があって。だから嫌いじゃないの。そうか、でも好きでもないんだよな。うん、好きでも嫌いでもない、どうでもいい人。あ、それってあれだよな、ゲームの街にいる村人ってことだよな。一番どうでもいい、記憶に残らないやつってことだよな。うん、一番ショックなんだが。それなら嫌われてた方がよかった。あ、ごめんなさい、そういう意味じゃなくて、ケンジ君のことはまだ深くは知らないから。じゃあこの後一緒にお弁当食べようぜ。俺彼女いないし。聞いてね。しかもお弁当か、ハードル高いな。ごめんなさい、私お昼ご飯は一人で食べたい派だから。そうなのか。頼む、唐揚げ一つあげるから。なぜいけると思った？いや、ちょっと私男の人と一緒に食事するの緊張するから無理なんだよね。そうか。うん。一人寂しくないか？まあ少し寂しいけど。俺はいつでも空いてるから、寂しくなったらいつでも呼んでくれよな。あ、うん。あともう一回言っとくけど、俺今彼女いないから。うん。じゃあ。うん。はあ、緊張した。ケンジ君って優しい人だな。友達になれそうだな。今日の授業は終わり。また来てね。